闘魂 V マニアの世界へようこそ。いきなりかましてしまいましたが、新日本プロレスの戦う愛の伝道師長谷宏です。そしてこの方は戦う愛のこけし橋本宏です。よしなさいっていうの、これ真面目に解説しなきゃいけないんだから。この闘魂 V マニアというのはですね、どういう趣旨で作られているのかということを説明しておきましょう。マニアのマニアによるプロレスマニアのためのビデオということで、プロレスをよりマニアックに様々な角度から楽しんでもらおうということで作られることになりました。橋本選手、はい、画面に見入っておりますが、これは重心サンダーライガー対小原道義選手とのシングルマッチですね。場所は後楽園ホールですね。後楽園ホールですね、うん。ちょっと真面目な話になりますけれども、橋本選手は若い頃、まあ、先輩レスラーからどういうしごきっていうのを受けました？しごきはですね、まあ基礎体力のスクワットとかはたくさん やらされたりはするんですけど、うん、そんなのよりもね、私生活の方の、ね、特に飯をどんだけ食えとかね、お酒をどんだけ飲めとか。橋本選手がまあ若手時代道場にいた時に、誰が先輩としていたんですか？入ったばっかの時はね、まだ、ユインターの高田選手とかね、はい、ニークラさんとか、あ、はいはいはい、もう引退した小杉さんとか、はいはいはい、いましたけどね。誰が一番厳しかったですか、私生活で？私生活は一番量のことなんですよ。それはまあ、引退した小杉選手が、うん、ネギの切り方一つで廊下に立たされましたよね。廊下の合宿所の廊下に立たされて、5ミリね、ネギの大きさが違ったらね、うん、もう抜群でしたね。ということは、橋本選手の新弟子の頃はちゃんこ番をしてたということですか？そうですよ、そのおかげあってね、料理はうまいですよ。料理今道場でもよく作ってるもんね。得意な料理は？得意な料理は何でしょう？私はどちらかというと、ホステスの料理するのは得意です。そんなことはどうでもいいと。ただ試合の方なんですけれども、これちょっとライガー気合入ってますね。今回のこのビデオのコンセプトというのが、しごいたるねんと、先輩が後輩をしごくというのが一つのテーマになっているんですが、もちろんしごかれるのは小原道義選手、しごくのは先輩の重心サンダーライガーということになりますが、橋本選手、はい、ライガーというのは合宿所で、あるいは道場でどうですか？いつも後ろにみたいですけど、まあ仕事の面とはね全然違って、それは選手誰でもあることだから、うんうん、和気あいあいとやってますけどね、はい、まあこと練習と試合となるとね、これほど投票する男も珍しいですからね。俺ね、ライガーが道場に住んでる頃に後輩で入んなくてよかったなとつくづく思っているんですが、橋本選手は一緒に道場で生活したことあるんですか、合宿所で？いや、俺より1年先輩だからもちろんありましたけど、その頃はもうちょっと真面目だったんですよね。最初はそうじゃないって言われて、最初はそうじゃないみたいですね。特に私生活の面で、まあその辺は言えませんことがいっぱいありますありますからね。さて試合の方ですが、今場外にフレンバスターで投げ捨てましたけれども、これは何を、パイルドライバー、今ゴーンという音がしましたけれども、なかなか厳しいですね。小原選手というレスラーに対してどういう印象を持ってますか、橋本選手は？入ってきた時はね、そんなに体も大きくないしね、正直言って、はい、ただ柔道とか、そうです ね、彼は国士舘大学の柔道部出身ですか、良かったらしいんでね、はい、どうかなと思ったんだけど、うん、従来の選手だったらやっぱりこの体型がね、ここまで来るっていうのはちょっと、まあ、体型のこと言ったら悪いけど、人のこと言えないんだけどね。大変なんだろうけど、ライガーにしてもね、はい、オファーにしても、ぶつかっても似たような体型でね。そうですね、まあ、筋肉質ですけれども、柔軟性に欠ける、まあ、小さいですね、しかしその分バネでね、カバーしてるっていう部分があって、やはり一つのこの世界で生きていくための条件は持ってるんじゃないですかね。ちょっと今荒々しいですね、小原選手。この小原選手腕力強いですよね。あれ一回選手会主催で購入した時にやり返しましたね。腕相撲選手権というのを やりましたよね。俺負けましたね。橋本選手対小原選手という、まあ、一時の指定対決で腕相撲を対決しましたが、負けたんですよね、橋本選手。小原の、ね、練習をねちょっと離れて見てたんですけど、はい、
まあもちろんバーベルトレーニングもするんだけどね、はい、特に腕立て伏せをね入念にね、やってるんでね、あそういうとこじゃ手首の力っていうのはちょっと強いんだろうなと思います。あのね、私あの佐々木健介選手とかね、お伝えしたことあります、練習をするんですが、柔道出身の選手っていうのは武藤選手もそうですが、前腕の力、引く力、掴む力ってのはものすごい強いですね。特に大原なんかその力を要求される体験してるんでね、うん、自分より大体手の大きい選手が多かったと思うんでね、はい、これも引きつけなきゃいけないっていうので、かなり手首の力ってのは強いですね。まあそうですよね。叩き落とされます、場外に。こうやって見てますと大原選手というのはどちらかというと自分から積極的に攻めに入るよりも相手の攻めを受けながらもそれを真正直に切り返すというタイプじゃないですかね。おほ、まあ、この場合はでもね、非常さにしてはね、うん、まだライガーの方がちょっと上だろうから、ちょっとこれはね、やりすぎだよライガー。あ、なかなか、しかしこれがテーマがね、しごきということだったらね、はい、この程度で参る大原じゃないと思うんですね。なるほどね、うん、いや大原選手の背中一面真っ赤になってますし、今場外での声をかけたパワーボム、まあ、でもこれ受け切れるということは大原選手も頑丈ですね。だから自分で起き上がってきたでしょ、はい、ということはこれあれだけのものを自分で起き上がってくるんだから、それだけの体力とね、はい、やはり粘り強さを持っているから、あただこういう攻めをやられるとね、はい、大原にはそのまだ対応できませんね、日が浅いんでね、はい、まだこういうところキャリアが浅いなって見えますね。これは俺らでも食っちゃうからね、うん、小原選手ちょっとあまりにも正直すぎるところありますね。顔怖いんですけどね、人がいいんですよね結構、どうかね、まだ海外遠征も浅いし、うん、これからっていう時に頭角を現してね、うん、しかしまだそれが陸しきってないんでね、まだまだ小原選手それからこの良さをね、リングの中で出していくには海外遠征での経験が少ないだけにね、新日本プロレスのリングの上でね、試合のそういう先輩からどんどんしのかれて悔しい思いをして強くなっていくことが必要だと思うんですが、これ見ててね、これ大原待ってる必要ないんじゃないかなと思うんだけど、叩かれて来い来いとか言ってんだけど、うん、その来いっていうそのタイミングの時に逆に仕掛けちゃった方がいいんじゃないかと大原の方が、ね、うん、思うんだけど、大原の方が待つんじゃなくてもうどういう良い目に後であってもいいからがむしゃらに突っ込んでいくと、なんかその方がライガーのタイミングになっちゃってるから、うん、今なんかの技は的確でいいですけどね、こっからだね、こっから一気にいけるかどうかですよね。ただ小原は攻めに関してはいいもの持ってるんでね、うん、それを最後までフィニッシュに持っていけるかどうか、この辺りのパターンはいいですよね、小原の攻めのパターンですから、ここから行くと続けるからね。ここですよ、大原の立ち上がり遅いですね。これでこれはまだホールド行くのは早いです。早いですね、もっとダメージを与えてから、この前の技が水車落としでしたから、同じような叩きつける技を3つ4つと重ねて動けなくしてからこういう固め技に入ってほしいですね。これはライガー腕力強いですから、こうやって切り返されちゃいますよね。ただね、腕力で返されたっていうのは自分が不利、有利に立っててもね、うん、なんかがっかりしちゃってね、なるほどね、要するに精神的には負けちゃったとそうなっちゃうからね、こうやってね、腕の力だけでライガーがロープブレイクをすると攻め手がね、大原選手なくなるんですよね。これじゃ僕はいけない、ライガー見てますよもう、うん、うん、だんだん狙ってますよ、これを先に出さなきゃいけない、そうですね、いい技ですけども、順番が違うんだ、さっき一息この置いただけに、うん、ライガーは余裕を余力を残してますからね、うん、あ弱い、いらないんだこんなの、うん、え、やれば行っちゃえばいいんだよ、向かい水車落としなりに、うん、あるいはその喉落とし、パワーボムを踏み重ねた後で攻める、これいいですね、あ、やっぱりライガー力残ってましたね、いや完全に見てたからね、これは大原の攻め手の要するにファイヤーがちょっとね甘いですね、もっと厳しい攻めを積み重ねるね、あるいは叩き込む攻めをしてほしかったですね。これ何するんですか、これがまたひどいことしますよおそらく、
雪崩式のバックドロップですか、これ。おお、今突き刺さりましたよ。ライガーが背が低い分、低かったみたいなんですけど、角度なかったり、手を緩い落とし方しましたね、これ。このまんまやられたらね、これはライガーの一人舞台で終わってしまうからね。どうも、ライガーの手のひらでもてあそばれてると。おはらもね、もっとね、覚悟を決めてしごいてほしければ、もっとおはら自身がね、なぜかかけない攻めをしなきゃいけないですね。これ危ないですね。ライガー、ちょうど勝利いきませんね。だから大原がね、なぜこういうところに行ってね、こういう格好をして出てるっていう意味をね、出し切ってないわけですよ。なるほどね、自分のキャラクターというと変ですけれども、おお、すごい音しますけども、自分はこういう手もあるからね、振り返ってどうでしょうか。いや、これからあと3つあるんだけど、どうかって言ったら見てるかな。小原はこうやって関西スタジオに入って、平成新に入って、自分のキャラクター、自分の本当に本来持っているものをガーッと全面に押し出していくっていう悪の強さ、それを考えたら、こんな試合をしているべきじゃないと思いますね。だって平成新年のね、はい、それだけの平成新年の名前を語った試合をしてないでしょ。そうですよね。これじゃただの小原光雄さんですよ。本当、新弟子の小原光雄の試合になってますからね。新弟子だったらよくやった。しかし、阪神期待同盟の小原道義だったら、はい、やっぱりもっとしっかりしてほしいです。本当、ね、今平成新聞か、はい、これで試合が終わった後に突っかけてますけれども、こういう積極性をね、実際に試合の中で出さなきゃいけないということですよね。後の祭り、本当にこれはお客さんにとってみれば後味が悪いなというだけですね。ライガー離せ、ライガーの、なんでわかんねえのか、なんであんな方に来るんだろう。必要ある、私の正体誰、みんな知ってんじゃん。いや、ほんと何なんだよ。おかげでプッとした時に来れたけど、